どうも、次郎です。今日はムソンっていう会社のアクションカメラを紹介したいと思います。夏になるとマリンスポーツだったりプールとかかな、防水のカメラでみんなでこう写真撮ったり動画を撮ったりってしたくなると思うんですけど、その時に GoPro9、 僕もちょっと欲しいんですけど、いきなり7万ぐらいかけて買うのって結構大変だと思うんですよね。で、Amazon でいろいろ探してたら、レビューがいっぱい上がってて、値段も7000円ぐらいですね。もう GoPro9 の10分の1の値段なんで、しかも 4K まで対応してるようです。このムソンのカメラは購入するとマウントも結構充実してるので、防水のケースがあったり、自撮り棒があったり、あと予備のバッテリーとかもしっかりついています。解像度なんですけど、4K から 2.7K とか720とかいろんな解像度に対応してます。機能はタイムプラスがついてたり、もちろんスローもあります。カメラの機能はセルフタイマー、あとはホワイトバランスが自動だったり、日光、曇り、蛍光灯とか対応してます。あとは ISO 感度、オートから100、1600まで対応しています。コントラストとか色合いなんかも設定できるので、詳しい方にはもしかして使いやすい、使い勝手のいいカメラかもしれないです。 Amazon のサイトを見ると、サーフィンとかマリンスポーツ、スキーですね、結構いい感じに撮れてる写真が上がってるんで、これ本当このままだったらめちゃくちゃいいカメラだなと思うんで、綺麗に撮影できたらもう GoPro9 はしばらくいらないのかなと思って購入をしてみました。早速海で撮影をしてきました。ビデオの解像度は1080で撮影しています。気になるのはこの画面の隅の黒い感じ、あとは色合いがなんか薄い感じがしますね。そして手ブレなんですけど、これ自撮り棒で撮ってるので、ブレって少し減ってくるとは思うんですけど、手ブレに関しては弱い感じがしますね。で、これはミノカサゴを撮影してたんですけど、ちょっとふざけてね、だいぶ近くに寄って撮影をしたんですけど、やっぱり色合いが弱いかなっていうのがとても気になります。もしかして岩肌とかそのダークカラーを撮ってるからこういう感じになってるかなと思ったので、別の鮮やかな色のものを撮影してみました。そしたらですね、やっぱり赤も弱いですね。そしてこれをパソコンで露出とかカラーとかいろいろこう触ったんですけど、どうにもこうにも僕のレベルじゃ色合いを鮮やかにすることはできませんでした。ただできたのは、動画の編集でクロップっていうのがあるんですけど、ちょっとズームアップしたように枠の外を切ってしまえば、黒い部分は気にせず撮影はすることができます。なのでこのデメリットの部分として、色合いが薄い、枠の外側が黒くなってしまう、このうちの一つは解消できました。ただやっぱりカラーだけはどうしても僕のレベルでは無理でした。今度は6、7メートルぐらいかな、潜って撮影をしてみました。この日は僕設定ちゃんとしてないのか、全体的に暗くなってしまいました。天気が曇りっていうのもあったんですけど、枠が黒いのにさらにちょっと暗くなるという最悪な状態ですね。映像の真ん中あたりはなんとなくやっぱりシャープな感じに撮れてる気はするんですけど、やっぱり全体的に色が明確にならないですね。で、この後数回撮影を繰り返してたら、防水のケースに水がポコポコ入り始めちゃって、まさかの故障してしまいました。ちょっとまさかなと思いながらも、残念ながらここでムソンのカメラは壊れてしまいました。いろいろね、 4K とかも撮って試したかったんですけど、その前にダメになってしまったので、まあ残念なんですけどね。ここでムソンのレビューは終了になります。プールとか波打ち際程度であれば、 iPhone を防水ケースとか濡れても大丈夫なような状態、もうジップロックに入れるだけでも結構大丈夫らしいんですけどね、そんな感じにして撮った方が綺麗に撮れるようです。僕が使ったことがある防水のカメラが、昔ザクティかな、ザクティっていう防水のカメラ、そして GoPro でムソン、この3つですね。水中を撮影するのは今のところ GoPro が今一番いいなと思ってて、他にですね、水中映像を撮影しやすいカメラがあったら、ぜひ皆さん教えてください。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。